弦の法エルカンターレの世界観大川隆法第2章五次元の世界9高貴さについて次に魂の高貴さについて述べてみましょう。魂の高貴さあるいは高貴なる人格高く尊い人格高も貴も抜きんでているより優れているという意味です。つまり非常に値打ちがある高さということが高貴さの意味です。魂の高貴さ精神の高貴さはどのような時に感じられるのでしょうか。例えばある人がプール付きの大豪邸に住む大金持ちの家に長男として生まれたとしましょう。そして召使いに貸し付かれ思うままに育ち生まれつき頭がよく美貌に恵まれ外見もよく多くの女性に愛され社会に出ても多くの人から愛され優遇され立身出世をして一生を閉じたとします。これだけで皆さんはその人に魂の高貴さを感じるでしょうか。こうした環境の人を見てその人を偉人だと感じられるでしょうか。私は偉人が偉人として世に認められている理由として何らかの困難や艱難に打ち勝ったという事実があると思うのです。そうであってこその偉人ではないでしょうか。例えばシュバイツァー博士のようにアフリカという環境の厳しいところで伝道を行った高級例もいます。小学校を中退しただけという学歴でもって世界の発明王になったトマス・エジソンの例もあります。貧しい家庭に生まれて苦学し努力に努力を重ねてアメリカの大統領になったアブラハム・リンカーンのような人もいます。あるいはインドの独立の父であるガンジーのような人もいます。ガンジーもまた国を背負う者として大英帝国という巨大な権力に立ち向かった高級例でした。こうした人々の人生を振り返ってみたとき苦難や困難というものの真実の意味合いが見えると思います。苦難や困難は単なる障害物ではなくその人の人生の道筋、奇跡をより美しいものとするための方便であるということに気がつくでしょう。これは何も最近の人だけに限ったことではありません。古い時代の人であっても同じです。インドのシャクソンにしても王宮に生まれ、何一つ不自由のない生活をしていながら、29歳の時、一大決意をして王宮を出て、悟りの道へと入っていったのではないでしょうか。このように、より高度な目標のために、自ら苦難をものともせず進んでいく時、魂の高貴さというものが輝いてくるのです。その高貴さこそが、後の世の人々をも照らす光となっていくのではないでしょうか。人類の歴史を振り返った時、きら星のごとく光っている偉人たちが数多くいることに、私は大変な慰めを受けるのです。私にも、あるいは本書を読んでいる皆さんにも、人生の途上において、様々な
苦難や困難が降りかかってくることがあるかもしれません。実際過去において苦難や困難が降りかかってきた人の数は枚挙にいとまがないほどです。ただそうした苦難や困難に押しつぶされてしまった人は歴史に名前が残っていないということです。一方それに押しつぶされずそれを跳ね返していった人は魂の高貴さというものを勲章として得ているのではないでしょうか。イエスにしても苦難や困難だけの人生であったならば彼の名は残らなかったでしょう。その中において魂の高貴さを発揮したからこそ彼は後の世の人々を導く大きな光となったのではないでしょうか。